降りしきる雪の中で燃えるような3日間だった。最初の4回転、4回転サルコー、綺麗に決めましたね。自分自身という巨大な存在と戦い続ける羽生結弦。トリプルアクセル、我々が見たいと思っていた笑顔とは少し違うかもしれませんが、素敵な笑顔です。トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ、コレオシークエンス、ポジションも綺麗ですね。女王の貫禄です。凄まじいまでの安定感。この瞬間に全てをかける、積み重ねてきた努力、一つ一つの演技が戦いの真実、そして華やかな舞台の裏側で最後の日にこんだけできたことはもう大満足です。湧き上がる感情の数だけ存在したもう一つの真実。みんなで戦ってみんなでこう作り上げた全日本で、細田にもですよ。スケートに人生を捧げた選手たちと、彼らに人生を捧げた人々。ここから立ち上がってその時の実力を発揮できる精神みたいなのを取り戻してくれたら、もったいないもんだって、格のあんな魅力のある子だね。歴史はいつもここから始まる。そこは特別な場所、全日本選手権。その表と裏の物語。自分ができるところまでやりたいなって。一面の銀世界が翌日から始まる決戦を待っていた。最初に姿を現したのは男子の選手たち。久々の再会に和やかなリンクサイド。そんな空気を一人の少年が一変させた。大技4回転サルコーを軽々着氷。それを見た王者はリンクの緊張感が一気に高まる。そんな会場に一人のコーチがやってきた。先生にとって全日本フィギュアってどんな大会ですか？もう本当私の人生っていう感じですね。
人生と言い切るこの舞台、やってきたのは十数年ぶりだ。あ、懐かしいな、また開幕前日、久しぶりに全日本選手権のリンクにやってきた鈴木章一郎コーチ、御年77。指導歴は実に50年以上。教え子には1977年の世界選手権銅メダリスト佐野実や村孝人の父村隆コーチ、そして鈴木明子、本郷理香を育てた長久保博史コーチなど、そうそうたる顔ぶれが並ぶ。長久保先生なんて高校時分に会って、いや、もう知らなかったってもう練習嫌いでね、もう練習嫌いで、ね、もう大変だったんですよ。日本フィギュアスケート界のレジェンドに関係者たちが次々と挨拶に訪れる。鈴木が育てた選手たちが今は指導者としてまた新しい歴史を支えている。言うこと聞かないやつは全然誰か思い出したらいいや。思い出すでしょ。言うこと聞かないやつはダメだって。思い出したらいいや。言うこと、一番言うこと聞かなかったの誰ですか。そうたのかみたいな。思い出したらいい。一番言うこと聞かなかったの誰ですか。皆さんありがとうございます。今回都築が全日本の舞台に送り込むのは、出場選手中最年少の13歳、青木優奈。高いレベルで争う女子ジュニア勢の一人だ。ホームリンクが改修中のため、各地を転々としながら練習を重ね、ここまでやってきた。天津生で困ってますけどねいやー、まずね、まだまだ子供ですからね。そして羽生結弦も都築コーチの指導を受けた一人。小学2年生から中学3年生までの間、スケートの基礎を叩き込まれた。久しぶりに教え子の練習を見た都築コーチ、その成長ぶりに目を細める。もうかなり達観してるというか、もう革新的なもののあれを持ってますよね。自分自身が自信持ってやってますよね。まあこれが風格っていうもんでしょうね。ゆず、あ、鈴木先生ありがとうございます。頑張った。さっきゆずりに会ったら、ゆなちゃんに頑張れよねって、ゆなちゃんの名前言ったよ。ゆなちゃんに頑張れようにって言ったよ。あなたの名前言ったよ。いつの名前覚えたのかな。そんな一言が、きっと大きなモチベーションにつながるはずだ。まあ、みんなそれぞれ緊張してやってますけど、まあ新しいものと古いものの新旧の姿を見て、どんななるのかねと思って、今ちょっと考えて、どういう方向にどういう形になるのか、収まるのか開会式最後に姿を現したのは浅田真央。
その顔ぶれはまさに世界最高の国内大会。台湾で行われます四大陸選手権、全日本選手権が始まりました。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。4連覇を狙う羽生結弦のショートプログラム。4回転サルコーで転倒ですね。自身の世界最高得点と向き合い続ける王者の孤独な戦い。貫禄の100点超えも残るのは悔しさでした。To maintain that really high level all season, and usually there's going to be a little dip, and I think this is the time where we're going to have a little dip. It's minor. お願いします。お疲れ様でした。まず久々の国内大会ショートを終えて今どんな思いですか？正直悔しいです。もう早くまた明日に向けて考えたいところですけれども。記者の質問に答える間も何かが気になってしょうがない様子。リラックスしすぎてるところは多分あると思うんですよね。ただそれが本当はいい状態なのか悪い状態なのかって分かんないですし、また体の状態っていうのも多分あるのだと思いますし、その毎回毎回試合によっては違うので、それをいいバランスでいかなくてはいけないなというふうに思いました。はい、よろしいですね。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな見たいよね。俺も見たいわ。インタビューを中断しモニター前へ。視線の先には宇野昌磨、18歳。王者を釘付けにする見事な演技見せつけました。かつての自分がそうだったように、アスリートとして純粋に高みを求め追いすがってくる宇野昌磨。羽生にはどう映ったのだろう。宇野はシーズンベストを大幅に更新。進化の証をジャンプ以外の部分で見せました。一番気になるところなんですか。これです。ここインタープリテーションが9点だ。インタープリテーションとパフォーマンスエクスキューションが9点だ。満足いくの出てますか。はい。大満足です。しかし当の本人はまだまだあの演技でも課題が見つかったので、まあ、今あの演技をして自分が満足していないことがいいことなんじゃないかなと思います。ゆずくんをずっと目標にして、まあ、いつか同じ立場で戦えるようになっていきたいなと思ってます。やりました村隆人。何度も何度も拳を握りしめます。しゃあ、ゆずや昌磨も本当に高得点どんどん出してくる選手ばっかりですし、まあ、しっかり上に食らいついていくっていう気持ちを忘れずに最後までやりたいと思います。セーフ。何セーフ。セーフ。俺も十分戦える。そんな手応えが周りにも伝わったようです。久々にガッツポーズしました。ありがとうございます。頑張ります。シーズン前半の不調を吹き飛ばす会心の演技。そう、本当の戦いはここからです。そして男子に遅れて女子も開幕。その舞台に今回の全日本を最後と決めた一人の選手がいた。西野勇輝、22歳。
5種類の3回転ジャンプを飛ぶ中学生として鳴り物入りで全日本初出場。将来を嘱望される天才少女だった。オリンピックに出れたらいい。おぼろげに描いていた夢は年齢による体の変化とともに遠ざかっていった。ジャンプが決まらない。もがいてもがいてもがいてまた苦しんで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 本当その繰り返しですね。ずっと、まあ、みんなも、まあ、まあ親もまあいいんじゃないみたいな、もういいよねみたいな感じで、もう本当にやめる方向には行ってたんですけど。やめてもいい。スケートから離れたがる心。しかし彼女を長年支え続けてきた樋口豊コーチだけがその心をつなぎ止めてくれた。素敵な選手の一人だから、それはチャンピオンになれなくても小さい時からやってきたことをまあこう成し遂げるような形の方が違う世界出ていくに当たっても自信になるだろうし、樋口先生いなかったら多分今ここでスケートしてないと思います。自分が楽しんで笑って終わってこれたら、まあ、恩返しになるんじゃないかなって思ってます。最終グループの4番滑走、これが8度目の全日本選手権、そしてこれが最後の全日本選手権となります。明治大学4年生西野勇輝です。東日本選手権チャンピオン西野勇輝、エルフラメンコ。笑顔のラスト。トリプルルッツがダブルルッツになってしまいました。得意の3回転ルッツが2回転に。ショートのジャンプ規定を満たせず0点。現役最後の全日本、そのショートはボロボロだった。そして現役復帰の今シーズン、ここまで納得いく結果を出せずにいる浅田真央。調子はまあまあ悪くないと思います。まあちょっと試合を楽しんでもらえたら。そうですね、まあ、全日本だからまあもうちょっと楽しみたいなって思ってます、ね。冒頭のトリプルアクセル、そして成功率の高い組み合わせに変更したコンビネーションジャンプにもミスが出る。ショートの得点は今シーズン最も低い 62.03。 願っていたパーフェクトな演技とは程遠いものだった。やっぱり自分の思うようにはいかないっていうのが今の一番の思っていることです。明日のフリーではどんな演技を目指したいか聞かせてください。うまくいかないことが続いているので、まあ、自分らしく、滑れればいいかなというふうに思います。思うようにいかない、うまくいかない。口をつくのは自分を責める言葉ばかりだ。
希望を持って臨んだ全日本でもなかなか見えない出口。しかし彼女を支えるコーチたちの思いはまた別のところにあった。学ばないといけないから。そうです、そうです、勉強だし、やっぱり彼女は人生にとってね、うまくいくときとかじゃないじゃないですか。それがもったいないもんだって、格のあんな魅力のある子とね、ちっちゃくなっちゃったから、ここから立ち上がってその自分の実力を発揮できる精神みたいなのを取り戻してくれたら、これからの人生にね、やっぱり何か役に立つんじゃないかなって思います。ショートプログラムでは力を発揮できなかった選手たち。だがまだ戦いは終わったわけじゃない。フリーの演技にもう一度全てをかける。少しでも翔真やゆずの点数に自分がどれだけ近づけるかっていうのを課題としてフリーは臨んだので、年下のライバル2人を本気で追いかけた村隆仁。トリプルサルコーの3連続、その演技から伝わるのは2人に近づくんだという覚悟。力強さに加えて柔らかさ、新しい村隆仁で挑んだ今年のフリーです。翔真頑張れ、頑張れ。そして羽生を追いかける宇野もまた攻めの姿勢を貫きます。ダブルトーループになりました。冒頭の4回転ジャンプでミス。それでも宇野は演技後半苦手のトリプルルッツをなんとかこらえると。トリプルルッツ、最後に再び4回転ジャンプに挑戦。ダブルトーループになりましたね。プログラムを変えてきたんですが、しかし演技を終えた宇野はどこか清々しささえ漂わせました。最後1回ダブルトーループました。1回パンクしてくっそ、最後1回でもう1回パンクしました。そんな宇野に先輩日野龍樹からはこんなアドバイスが。これは普通にルッツのとこで4をやろうと思って、やろうと思ったんですよ。でもそれパンクしてルッツも失敗したらどうしよう。じゃあだから4やって最後アクセルフリップでいい。あなんでルッツをそんな無理やり入れようとするの。いやでも点数はまあそちらが高い。でもそしたら4回転トーループハーフループフリップやってみよう。絶対無理だ。できたことある？あります。あるよね。羽生結弦の生命。4回転のトーループ転倒です。自分の不甲斐なさに悔しさを爆発させました。ああ、下手くそだ。We started strong.え？悔しい、めっちゃ悔しい、めっちゃ悔しい。練習した、練習した、練習した。少し休み。めっちゃ練習した。全然怪我してない。大丈夫。そうだな。全日本出場12回を誇るベテラン小塚崇彦には思いもよらないアクシデントが。コールされましたが、今靴の紐を結び直して。はい。靴ひもがほどけたため制限時間ギリギリでリンクへと飛び出すことに。4回転のトーループ最後は心を込めたステップシークエンス。
何度も何度も演技を終えてうなずきました小塚隆彦。何でしょうか。いやそんな難しい話じゃないですけど、はい、フィニッシュの時のさな表情に吹き出しがつきそうな感じだったんだけど、どんな吹き出しがついてたのかなと。まあ、ご想像にお任せします。いや、よく頑張ったなと思って。はい、ありがとうございました。こうして戦いの幕を閉じた男子フリー。優勝は羽生、2位に宇野。村貴仁さん3年ぶりの表彰台。村貴仁コーチとして支えてきた父貴司さんは、いい顔してますね。この顔で滑ってほしかった。あの今戦ってるのを楽しんでる感じでした。でも戦い続けなければいけないって分かってますから、その中でチャンスはきっと訪れるんで、自分が努力しないとチャンスは来ないと思ってます。そう、きっと彼もそう思ってると思います。本人もあの明るい顔してあの頑張って練習してます。そしてもう一人、後輩たちの姿をリンク横で見守っている男が、最年長小塚隆彦。まあいい大会だなと思って、日本人としてあの最高の順位を競う、そういった大会にはやっぱりいい雰囲気というか、そういったものが漂っているというか、まあ、みんなで戦ってみんなでこう作り上げた全日本で、まあ、なんかすごく、まあ、いい大会だったなと思ってます。いろいろ起きるのが全日本なんでちょっと心配になってきちゃいました。まあまあ、でそれも含めてやっぱり全日本なのかもしれないなと思って、まあ、本当に12回出てきていろんなことが起こっていろいろあって、まあ、それは また、ね、また来年も再来年も全日本が続くと思うので、それ何かあると思います。ひとまずお疲れ様でした。ありがとうございました。大会最終日、愛する教え子、最後の全日本ラストプログラムの滑走順は1番。簡単に飛びなさい。練習時間終了です。選手の皆さんはリンクサイドにお上がりください。1番西野勇輝さん、明治大学。かつて天才と呼ばれた少女が苦しみの果てに最後と定めた舞台、願いは一つ、笑顔で終わること。
笑顔にあふれたノーミスの演技、それは今まで意地悪だったスケートの神様が最後に見せてくれた優しさなのかもしれません。これからは新しい人生だし、やっぱりスケートで苦労した分とかそういうことが次の人生に生きていければいいかなと思って、だんだんなんか寂しいかなっていう気はします。ここ来る前に神宮の方と先生を泣かせたいねっていう話をしてて、本当に泣かせちゃったからよかったです。お前の声知らないです。楽しく結れたんで、あんなに楽しく滑れたのは、なかなか何本かに入る感じです、新たな時代とともにリンクを去る人もいる。それでも全ての情熱に何かを返してくれる、ここはそんな舞台です。全日本初出場の青木優奈、ショート9位からの挑戦です。18番の青木優奈さん、イエーイ。トリプルルッツ、ダブルループ、2回転になりました。なってしまいましたね。シングルルッツ、トリプルループ、最終順位は16位。青木優奈の全日本初挑戦は悔しい幕切れ。いつもはあまり緊張しないんですけど、このやっぱり全日本っていう舞台ではすごい緊張と不安っていうのがすごい大きくて、ちょっとそれに勝てなかったかなっていう部分はあります。世界一のスケーターを争うっていう大会の大会になりましたからね、この全日本が。本当にある意味では世界選手権をやるような感じの大会になっていましたから、この年齢でこういう大会を経験をしたっていうことはもう彼女のすごい財産になるんじゃないかなと思ってます。まあ、こういう形のとこに参加できるまで努力したわけですから、もっともっと、彼女は努力していくようになるんじゃないかなと思ってます。全日本は世界につながる戦い。だからこそ誰もが憧れ、誰もが心の強さを試される場所です。3日間にわたる大会でこのリンクに刻まれた演技の数はすでに115。あと残されているのは女子最終グループ6人の演技だけです。新たな歴史が作られる全日本選手権、最後を飾るのは女子フリー。
女王の貫禄です。凄まじいまでの安定感。女王渾身の演技に降り注ぐ万雷の拍手。いや樋口若葉もやってのけました。目指してきた晴れ舞台に立ち喜びをかみしめる14歳。ここは世界へと続く道、そんな意識が生み出す思わぬ落とし穴。トリプルルッツ。ショート2位につけ初優勝も見えていた本郷里香、痛恨のミス。 124.89 たった一つのミスが表彰台を遠ざけました。全日本に向けてたくさん練習してきたので、やっぱ練習してきたことを出し切れないのが一番今悔しいと思っています。誰もがここにかけてきた叶った思い、叶わなかった思い、光と影。やっと階段登り始めた、もう一回こう踊り場まで行っちゃったんで、そこから今度は2階まで行くためにはまだ階段をちょっと登っていかなきゃいけないと思ってます。負けたのが一番悔しいんだろうと思うんですけど、逆に言うと少し欲が出てきてるから失敗しやすくなるんで、ただいい方の欲だと思うんで。ショート5位という苦境の中で浅田真央フリーを迎えます。昨日ショートの後、浅田自身が追い詰められた時は力を出し切れると話しました。ここから彼女はどんな景色を私たちに見せてくれるんでしょうか。トリプルアクセルは転倒。続くコンビネーションジャンプもトリプルフリップ、フリップの単発に。しかし3つ目のジャンプ、今シーズンずっと苦しんできたトリプルルッツをきれいに着氷。ここから演技が輝き始めます。トリプルアクセル、トリプルトーループ、ここで決まったのは大きいですね。後半のジャンプです。トリプルフリップ、ダブルループ、ダブルループ。やっぱり自分の力を出し切ってないし、まだそれだけは絶対やりきってほしいなっていうのが私たちの願いなんです。だって力がないわけじゃないじゃん、それだけ願ってる。演技が終わりました。誰もが感じたのはこの一つの演技にかけた彼女の決意。浅田真央さんの演技でした。最後までよく頑張った。決して諦めずに滑り切った4分間。最後に閉じた瞳の奥で浅田真央は何を感じていたのでしょうか。
まあ一つ一つ乗り切って乗り越えてきてるので、目の前にあるものをこなしていって、まあ、自分ができるところまでやりたいなって、自分ができないと思ったらそこで悔いないと思いますし、自分がやりたいと思ったらやる、あとはもう自分に勝つというのをテーマにしていきたいなって思います。戦いはこれから世界へ。来年3月に開幕する世界選手権、女子代表は全日本連覇宮原さと子、浅田真央、そして3人目表彰台を逃し涙に暮れた本郷も2大会連続の代表入り。巡ってきたチャンスを無駄にはしない。フリーでは悔しい気持ちもあって、あまり、悔しい気持ちの方が強いんですけど、でもせっかく世界選手権の代表に選んでいただいたので、この悔しさを世界選手権では晴らせるようにしっかり練習を頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。男子は18歳宇野昌磨が初代表、そして羽生結弦は世界チャンピオンのタイトル奪還へ。激動のシーズン、ゴールはアメリカ・ボストンだ。It's important that we have the ultimate performance at the World Championship, so and I'm very confident that he'll do enough to win. And then we go to Boston and then we have another one of those magical moments. 銀盤の上、たった一人でリンクに立つ。でも戦うのは一人じゃない。同じ夢を追いかける仲間たちと競い合い、高め合い、生きていく。その先に明るい未来がきっとある。フィギュアスケートと共にある人生。全日本選手権、その舞台には人生の輝く瞬間が詰まっている。はい、ありがとうございました。すいません、スポルト以上になります。ありがとうございました。1年のブランクを経て表彰台に帰ってきた浅田真央、17歳の宮原さと子、そして14歳の樋口新葉を中心に新しい時代がまた動き出す。戦いを終えた翌日、なぜか正座している選手たち。見入っているのは浅田真央のエキシビション。一方、男子の選手たちは休む間もなく新しい4回転ジャンプの練習を始めた。羽生が飛べば負けじと宇野も。
競い合うことが楽しくて仕方ない。武良崇人はなんと4回転4回転の連続ジャンプにチャレンジ。心はもう次の戦いへ。待っているのはワクワクするようなシーズンのクライマックスだ。この放送は後世とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。